こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は奈良県桜井市にございますライフイックスのですね、1階部分105号室ご紹介させていただきます。こちらの物件なんですけれども、非常に綺麗にリノベーションされた、とっても人気の物件となっております。まずね、見ていただいている空間がリビングになるんですけども、とんでもない大きさですね。こちらもずっとね、L 字に広がっておりますのが今回の部屋のリビングになりまして、めちゃくちゃ広いですね。途中のところにはですね、こんな感じのね、仕切れるドアスクリーンもちゃんとついてまして、こういったところでね、仕切っていただければ部屋を分割していただくことも可能です。突き当たりの壁にはね、これまた大容量のね、収納もついております。こちらのね、スペースにも収納がございますので、このリビングだけでね、もう3つ分の収納があるということになると思います。こちら設備のエアコンですね。バルコニーはね、こちら側になりまして、しっかり木も当たっております。はい、こちらキッチンサイドになるんですけども、キッチンも綺麗ですね。とても使い勝手良さそうです。上にもね、しっかり収納があって、手元等もね、しっかりついてます。下にね、収納しっかりございますし、冷蔵庫置いていただくスペースもね、確立されております。こちらにございますのが給湯器のリモコンです。反対側のね、壁の方にも少し余裕がありますのでね、レンジボードなんか置いていただくのも便利です。こちらモニターホンの動きですね。こちら廊下に出てまいりまして、まず見ていただくのがトイレです。いい感じですね、おトイレも。こちら水回りになりまして、洗濯機はこちらです。シャンプードレッサーこんな感じですね。洗面台です。こちらお風呂ですね。お風呂もいい感じですね。そのまままっすぐ向かいますと洋室になります。こちらの洋室で大体6畳ぐらいですかね。こちらにもこのようにね、エアコンついてますので、もうエアコン買って準備いただくことは必要ないと思います。こちらの物件のですね、詳細情報等は私どものページの方でしっかりアップしておりますので、またそちらの方の確認も合わせてお願いいたします。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。